みんな人生最高の日がやってきました。豪華俳優陣が出演のスリラー映画キューブ一度入ったら最後の試写会になんとご招待いただき、大好きな岡田将生さん、斉藤匠さんも出ていらっしゃる。2人の演技は間違いない。危険な殺人トラップが仕掛けられた空間で6人の男女が協力して脱出しようとするスリリングな内容でも、さらにゾクゾクしたのはモノホンの俳優陣の登場。さっきスクリーンでお会いしたけど、もちろん生は初めまして。同じ空気が吸えただけで僕はもうお腹いっぱいでした。でもなんと上映後、あらやだ、本物。